開設当初の外回り側施設厚木パーキングエリアは神奈川県厚木市にある首都圏中央連絡自動車道のパーキングエリアであるスマートインターチェンジを併設する外回りの施設は本線上の真下に設置されており本線パーキングエリア本線は U ターンに近いランプを形成する開業時点はトイレと自動販売機のみだったが 2014年6月28日の相模原愛川 IC 高尾山インターチェンジ間の開通に合わせスナックコーナーとショッピングコーナーがオープンした。厚木 PA スマートインターチェンジは厚木パーキングエリアに併設のスマートインターチェンジである。2020年9月26日に供用開始。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。 上下線ともに出入化となっている。B-1 グランプリの公認スポットを含む。県王道厚木 PA が全国ご当地グルメエリアとして6月28日にオープンします中日本高速道路。中日本エクシス2014年5月28日付。県王道厚木 PA が6月28日午前8時にオープン。中日本高速道路。 中日本エクシス2014年6月6日付、スマートインターチェンジの新規採択について、国土交通省道路局、2020年7月9日閲覧。C4 県王道厚木パーキングエリアの駐車マス、増設工事が2019年4月8日に完成、大型車駐車可能台数を約1.5倍に増やしました。中日本高速道路、2019年5月11日閲覧。 C4 県王道を厚木 PA に接続するスマート IC の正式名称を厚木 PA スマート IC に決定しました。厚木市中日本高速道路株式会社2020年7月9日閲覧 ABCDC4 県王道厚木 PA スマート IC が2020年9月26日14時に開通します。厚木市中日本高速道路株式会社 2020年8月28日閲覧。AB、支店の業務範囲。12本エクシス。2017年1月22日閲覧。AB、厚木 PA 内回り、茅ヶ崎方面一押し。12本高速道路。2019年4月25日閲覧。ABCDEF、オストメイト対応設備一覧。12本高速道路。 2017年1月22日閲覧。ABCDEFGHIJK、厚木 PA 内回り、茅ヶ崎方面施設、サービス案内。12本高速道路。2017年1月22日閲覧。AB、厚木 PA 外回り、八王子方面一押し12本高速道路。2019年4月25日閲覧。 abcdefghijkl 厚木 PA 外回り八王子方面施設サービス案内十二本高速道路2017年1月22日閲覧厚木 PA スマートインターチェンジに関するカテゴリーありがとうございます